こんにちは、じんぺいです。今日は妊活について個人的な話ではなく、ちょっと大きな社会的な話をしたいと思います。社会的というとちょっと硬い感じがしますが、みんながより良い妊活をするためには、妊活の当事者だけではなく、周りの人が妊活に対してどう受け止めて、どう感じるかというのも大切なことだと思います。どんな話かと言いますと、妊活の段階における医療の助けを借りる大きさの違いを考えたいと思います。妊活の医療について超大雑把にカテゴライズしてみたいと思います。なぜカテゴライズするかというと、それぞれ段階は違っても、妊娠に対して全く違ったアプローチをしているのではなく、医療の力をどの程度借りているのかという違いだけだということを再認識したいと思ったからです。医療の力をどの程度借りるのかという問題は意外と人それぞれ受け止め方が違います。それはその人の倫理観やジェンダー観によって左右されると思います。なのでそこには明確な違いを感じる人もいればグラデーションのように感じる人もいるのかと思います。それではこちらの図をご覧ください。こちらは超大雑把に妊活を分類してみました。まず、一番外側の円は、妊活という大きなカテゴリーです。子供が欲しい、子供を作るという行為全体だと思ってください。その円の中に、生殖補助技術という医療の手助けを借りる妊活が入ります。ご覧の通り、ここには、人工授精、体外受精、顕微授精といったものが入ります。そして、この一番中心の円の中は、カップル以外の第三者が関わる生殖補助技術になります。丸の中心に行けば行くほど医療の手助けを借りる割合が多くなっていきます。そうすると繰り返しになりますが、その行為に対する考え方が多様になっていく気がしますが、どうでしょうか。誤解を恐れずに言うと、どこまでが自然な妊娠と言ってよいかは人それぞれだと思いますし、自分だったらどこまでの治療を許容できるかというのも人それぞれなのではないでしょうか。このように日々進化する医療は LGBTQ などジェンダーの問題、生命倫理など複雑な社会問題を巻き込んでいきます。なぜこのような問題を皆さんにお伝えするかというと、僕はそこに差別があってはならないと考えるからです。賛否それぞれ一人一人感じ方は違うのは当然だし、否定するものでもありません。ただ、だからといって、その治療を受ける受けないによって、社会的に何か差別のようなものがあってはいけないなぁと考えています。それではまた。